んこんにちは、学生課の望月です。それではこれから学生課について紹介させていただきます。学生課の窓口では主に次の5点についてサポートしています。1つ目、学生生活全般のサポート。例えば通学に関わる定期券の申請、駐車場、駐輪場等の使用許可の申請、それから個人のロッカーの申請、落とし物の管理、またはその他、急に体調が悪くなった時、学生生活で困ったことがあった場合にはいつでもサポートをしています。2つ目は課外活動に関すること。例えば部室の鍵の受け渡し、活動場所の予約、備品の貸し出し、新しいサークルの立ち上げの申請など、その他課外活動全般のサポートを行っています。そして3つ目は奨学金に関することです。日本学生支援機構に関する手続きであったり、留学生の外部の奨学金の手続きなど、その他各種奨学金のサポートも行っています。4つ目です。留学生に関することです。留学生に関することではビザの申請であったり在籍確認などを行っています。また日本での生活で困ったことなどがあればいつでも相談に乗っています。最後5つ目です。5つ目は講演会に関することです。高校でいう保護者会のようなものです。大学生活では様々なことで講演会からサポートをしていただいています。講演会に関することも、学生課の窓口での対応となっています。以上が学生課の窓口のサポートとなります。この学生課の窓口は校舎楓の1階にあり、隣には教務教育企画室、それから奥にグローバル教育推進室の窓口もあります。皆さんと来年の4月以降お会いできることを心から願っています。以上で学生課の紹介を終わります。ありがとうございました。